ピュッツァー・エルスターピュッツァー・エルスター B ピュッツァー・エルスターは西ドイツ、ボンのアルフォンス・ピュッツァー社で製造された単発の軽飛行機である。ドイツ空軍とドイツ海軍航空隊で使用され、1機のみがスポーツ航空で使用された。2007年時点で個人所有の数機が飛行を続けている。ピュッツァー・エルスターとマグピはモーターグライダーのモトールラーブをもとに開発され、 モトールラーブ自体はグライダーのドッペルラーブから開発された。エルスターは第二次世界大戦後の西ドイツで相応の数が生産された最初の航空機であった。金属製の支柱で支えられた主翼はドッペルラーブと共通のものであったが、乗員2名が並列に座る合半製モノコック構造の胴体は新たに設計されたものであった。 首輪式の膠着装置は通常とは異なるハンドグリップで操舵する首輪の走行装置を備えていた。1967年に生産停止になるまでに45機が製造された。オリジナルのドイツ空軍標識を付けたエルスター B、1989年7月のクランフィールド P フラリーにて、マクドナルドエアクラフトハンドブック、1964より、 ありがとうございます。